ずっと可愛い以外のものに興味がなくて、だから男の子とかも描くのに興味ないんですよ。一貫して自分が可愛いと思ったものをとにかく描こうと思ってて、すごくキラキラしているその一瞬瞬間っていうのが伝えたいと思っています。理想の可愛いをキャンバスに詰め込んで、ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家辰巳千里、大阪に生まれ、幼少期より漫画アニメに強く影響を受けた彼女が今表現するもの、それは一目でわかる可愛い少女。私は昔から可愛いものが好きで、少女とお菓子を組み合わせるという絵を描いていて、私にとって可愛いっていうワードはすごく神聖な言葉で、女性の一生の中の少女である期間っていうのが最強というか、まばゆくてすごくキラキラしたものに映ってるんですね。だからそれを大切になんか描こうと思いました。幼少期に抱いた強烈な憧れ、その理想を表現する際に彼女が一番大切にしているものとは。とにかく瞳をキラキラにさせることにすごくこだわってて、子供の頃から漫画とかアニメとかと共存して生きてきたので、やっぱり魔法少女って女の子の憧れなんですよ。戦ってるからこそ可愛いみたいなのがあって、やっぱり瞳がすごくキラキラしてないと、なんかどうしても強さを出せないっていうか。可愛いを表現するための強さ、しかし彼女が作品に込めるテーマはそれだけではない。20代前半とか10代の時とかはただただ可愛い女の子を描きたくて描いてたんですけれども、年を重ねることによっていろいろな経験をして、可愛いものが失われていく悲しさっていうのを描きたくて。そんな悲しさを表現する割れたお菓子、喪失感とか痛みとかがあるからこそ、可愛いっていう言葉がすごい力強くて尊いものになっていくと思って可愛いのすべてを表現したい、それこそが辰巳千里が描く意味。好き嫌いは分かれると思うんですけれども、でも可愛いだけじゃなくて、可愛いの裏にある努力とか喪失を描いてきたくて、すごいその鑑賞者がいろいろ想像してのめり込めるような絵を作っていきたいし、強くて儚い女の子からすごいパワーをもらえるような絵を作っていきたいです。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家主任のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。